はい、ダイスチャンネルダイスです。今回はこちらブルボンから発売されているプチクマのお菓子の電車作ってみたいと思います。もうすぐクリスマスっていうことでチョコレートで作るお菓子系っていうのも結構発売されてるんですけど、これちょっと初めて見て気になっちゃったので、今回はお菓子の電車を作っていきたいと思います。ダイス。バレンタインとかあとはクリスマスもそうなんですけど、チョコレートを使ったお菓子って何回か作ったことはあるんですが、こういう感じのもう組み立ててお菓子の家みたいな感じなのも作ったことないので、今回初めてで結構緊張してるんですけど、上手にできたらいいなと思います。セット内容としては完成図がこんな感じで、全体にこう電車ができる感じになってるんですけど、プチクマの人形が1個入ってるってことなので、これねどの色が入ってるかわからないっていうことなので、これも開けた時に何色かなっていうのを見ていきたいと思います。飾り付けの例としてはこんな感じでね、別売りのお菓子とか砂糖菓子とかっていうのをつけるのもありだよね。で今回はこれだけなので、至ってシンプルに綺麗にできたらいいなと思います。用意するものは裏側、用意するものとしてはここ耐熱の容器と電子レンジで、チョコレートを溶かすための容器、あとはスプーンとゴムベラの3つだけで、セット内容の中に電車の抜き型のトレイが入ってるとか、あとはプチココアのクッキーが1枚入ってるので、それを使って電車の車輪の部分を作っていく形になるのと、あとウェーハースを使って電車の外側になるみたいです。あとは台紙があるのと、チョコレート 70g が3袋入ってるみたい。あとはクレープクッキー、これでその上のところの部分とかだよね。上手に作りたいと思います。レッツゴー、やるぞー。でまずはこれを開けるところからやろうと思います。で、ね、オープンはねどっちにもある、こっちとこっち、どうしようかな、こっち側から開けてみよう。はい、中身がいろいろ、ちょっとね思ったよりも重たいです。はい、じゃあまず中身の確認からしていきたいと思います。まずは電車の抜き型、これがねちょっと雲の形がついてる、 1,2,3 3体雲がいて、ここにもだ、電車の後ろ側とかかな、雲マークあります。これが ABCD 分かれてるんだね。これが台紙、かわいい私ブルボンのプチシリーズ大好きなので、これ嬉しい。また今回使って何かに使えそうですよね。とっとこ、これが台紙と、あ、いたー、黄色のプチクマでした。他にもたくさん種類の色があるから、何色かなと思ってたんですけど、私は黄色でした。これも飾り付けに使います。あとはこれがチョコレート、あ、3枚と、クレープクッキーが入ってるのと、ココアクッキーとね、プチサイズのココアクッキーが入ってるのと、これがウェハースが 1,2,3,4 全部で4枚、4袋入ってました。早速、チョコレートを溶かすところからやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、3枚割れました。でこのチョコレートを 500W だと約90秒加熱して、一度取り出してからよくかき混ぜてもう1回60秒加熱ってことなので、やってきます。はい、レンジでチョコレート溶けました。で今度はこれで、電車の壁を作る、チョコレートを電車の傾き、これですね、これに流し込んで30分ぐらい、冷蔵庫に入れたいと思います。上手にいくかな、流し込む、
ってみよう。おお。どれくらいなんだろう。流し込む。いっぱいになるまで。やや少なめ。やや少なめに入れます。まずい。あとは残せば大丈夫かな。伸ばす。こちらも少ないね。表面が平らにならないうちに固まっちゃいました。ちょっと修正しよう。だからあったかいところでやればよかったですかね。よし。もう手遅れ。これで一応入れ終わったので30分冷蔵庫に入れておきます。これで残ったチョコレートはウェハースの台座を作る時に使うので、とりあえずこっちを冷蔵庫行ってきます。はい、じゃあ次にウェハースの床作りたいと思います。ウェハースの短い面に、チョコレートを塗って貼り合わせる。で、2枚の上にもう1枚。やってみよう。とりあえず脇のところにチョコをつける。で、貼り合わせる。はい、これで一つ。で、この上にウェハースを乗せる。で、ここに乗せる。こんな感じだね。なんか出てきちゃった。大丈夫？大丈夫？はい、チョコレートとウェハース固まりました。仕上げやっていきたいと思います。ここからはもう組み立て作業です。うまくいくかな。まずはこれ、傾いた A 側の2つにこのココアクッキーで車輪をくっつけていこうと思います。車輪は全部で8枚必要。1,2,3,4,5,6,7,8。ちょっと余るけど何かに使おうと思います。まずは型から外すとこだよね。あ、でも簡単に外れる。どうしようかな。ウェハースのここにとりあえず外しておいてみたいと思います。割れそう。でも向いてるよ。ほら、あ、いい感じに外れるんじゃないかな。ちょっと下側の簡単そうな方から外してみます。もうちょっと。外れました。じゃん、すごいね。ちょっといびつになってるけど外れました。もう一個外してみます。はい、これで2つ。下側がこっちなので、こちらにはい、これをつける。車輪として機能してる。半分ぐらい出てないよね。なんて修正しよう。
大丈夫かな。あ、でも結構固まってるからいけそう。なんて不器用なんだろう。でもとても楽しいよ。はい、取り込んだこっち側箇所、全部で8箇所につける。車輪こっち、うん、はいでもできた。とりあえずできました。これで、車輪は OK で、この後この残ってる C と B の部品をこの車両の脇につける作業がある。頑張ろう。なんかすごい楽しい。やっぱりこうやって作るの楽しいね。ただいびつなんだけどね、許してもらおうと思います。で、付け方が結構すごいよ。なんかね、電車の組み立てでA のところの脇のところの部分を B と C を角っこ止めるみたいな。なので、真裏にして脇に流し込みながら止めるのが良いみたいなので止めていこうと思います。成形は後でやるとして、なんか固まらないうちにくっつけなきゃ。多分はい、一応これで接着完了して、この後はこれの上に床を貼り付ける。これを貼り付ける。床の貼り付けちょっとやってみます。これぐらいだったらなんかいけそうな気がするよ。これで床の貼り付け、床こんなでしょ。はい、OK、セーフ。床の貼り付けが完了しました。これね、15分ぐらい冷やしてって書いてあるんですけど、もう気温が低いので今回ちょっと省略しようと思います。最後のところ上側とか作っていっちゃおう。一番上とかにはいろいろアレンジ、こんな感じでできるようにやってみます。いくぞ。はい、ということでできました。逆か逆だ、こうだ。表側にクマつけました。で、台紙に寄せるとこんな感じ。一緒についてきたプチクマを置くとこういうイメージです。で、見た目はちょっと最初の箱とは変わったんですけど、私が作るとこんな感じに
なりました。上手にできたかと言われると謎だけど、作るのとかはすごく楽しくて、残ったパーツもいろいろ含めてアレンジ可能だったのでアレンジしてみました。他に別売りのものとかアイシングとか使ったらもっと豪華になるかなと思います。ということで今回はうちくまのお菓子の電車作ってみました。とても楽しいので、これ皆さんもいかがでしょうか。ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた See you!